愛は神の象徴、毎日ヒゲを剃る男だけに与えられた栄養、仕事をすると道を譲らなくなる、ポケットからビッグが出ちゃって隠す、ピアスが開いてるだけで村の風呂屋でジロジロ見られる、細い細い路地に車をねじ込む、朝の高宮はみんな忙しい、いつもならまだ寝てるのに、俺もこの渋滞の一人、クレジットカードは便利、財布が空でも物が買える、YouTube の大量の動画は一体どこに保存されているのか、宇宙なのか、全然よくわからない YouTube に誰も見ない動画を今日もあげる、説教するんじゃねえよ、アドバイスするんじゃねえよ、押し付けるんじゃねえよ、嫌わないでおくれ、右手でハンドル、左手にペニス、あずみのドライブ変質者、ホテル S1 に変したり、ほうきを持った土方が走る、ピアスが止まらない変質狂、ドクロの指輪の弱虫刑務士、ここら辺でバランス取ろうと思うから、起承転結まとめに入ろうと思うから、泣かず飛ばすのフォークシンガー、食欲性欲睡眠欲飲酒欲求承認欲求、それ以上でもそれ以下でもなく、どこもかしこもアルコールの匂い、スリップしたらどうするつもりだ、
まいわ富の象徴。毎日髭を剃る男だけに与えられたよ。俺は梅干しと水だけで生きる。白米を食べる価値もない男。塩分と水分のみで命をつなぐ。ラーラー